はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。はい、元気でしょうか。ライブ配信したことないですね。はい、まあ前にも言ったかもしれませんけど、失言をねしてしまいそうなんで、なかなかできないっていうのもあります。はい、でまあね、その手っ取り早く自分の YouTube チャンネルをこう見てもらうためには、ライブ配信みたいなのねした方がいいんじゃないかっていう話もあるんだろうけど、なかなかね、それでも人数が来るかどうかっていうと、そうだろう、来ないかなっていうし、あと時間ですよね。この2時3時ぐらいに、ね、来るかっていうと、よっぽどその、なんだろう、次の日に支障がないお仕事をされている方、まあ昼間は、寝てるよとかさ、まあ、これから、ね、お仕事をされるとか、4時ぐらいから、4時5時くらいからまあ仕事をするよというね方もぐらいしか、まあちらっと見るぐらいで、っていう感じかな。うん、なかなかね、詰めてなかなかそのこの時間2時とか3時とか、まあ4時ぐらいね、来てくれる方がいらっしゃるかというと、そうでもないんで、なかなか、見れないかなーっていう感じでしょうかね。うん。で、まあ、ライブ配信をね、やってる方が多くて、まあ、大概がそのゲーム実況をされてる方で、まあ、その方もね、夜の12時前後から4時、朝方までやってるっていう方もいらっしゃってて、結構ね、その、まあもう大鉄みたいな感じでね、2、3年区切りのやつで、まあ全部、ゴールするまでやりますよ、みたいな感じでね、やってるのがあって、あとまあ RPG っていうか、シミュレーション RPG っていうのかな。ね、まあ、最近もなんか、なんとかリングみたいなのをやってて、まあ、この前ちょっと戸島に行ってみたんですけど、それの予約っていうか、まあ販売されてるんで、それの売ってますよみたいな感じのポスターがあったりしてて、うん、うちの旦那さんにね、これの実況をやってる人多いよって言ったんだけど、まあ、興味ないっすね。へえ、そうなんだ、みたいな感じで、棒読みで言ってたんで、うん。もう本当に自分の興味があるものしか、ね。まあ、私も人のこと言えないけど、うん。そのアマチュア無線とかね、そういうのだったり、パソコンのことだったりとか、あと、まあまあ、そういうモータースポーツ的なものだったりとかね、そういう方にこう興味があるんで、なかなかそういうゲーム実況とかそういうところには興味がいかないかな。まあ私もね、それをやっていても無ないことの方が多いかもしれない。うん。でね、その話はちょっと変わるけど、まあライブ配信ね、まあやってるのが人がいてて、まあゲーム実況でね、まあ前からね、まあ見てる方なんかだとライブ配信をやってるのを見て、大体1時間半から2時間くらいでやってるよねっていう予想がついてると思うんですよ。まあ見てる限り、その90分から、ね、120分、2時間ぐらいやってて、でその2時間ぐらいで、2本ぐらい、2本か3本ぐらいのまとめてキュッと
ね、実況としてやってて、まあ、後で、分割して分割してって、まあ、編集してね、まあ、やって、まあ、15分ぐらいにまとめますよみたいなのがあると思うんだけど、うん、あの、まあ、そういうやり方もあるよね、うん、まあそれでもアーカイブっていうか後で見たい人のために、まあそのままね1時間40分ぐらいのものをそのまま置いとくよっていう人もいるだろうし、まあ、そっちの方がその何だろう、ながら聞き気味じゃない感じで、まあね、その作業配信じゃないけどそういう感じでやってる、聞く人もいるだろうし、皆さんどう、すごいね、うん、まあね、そのライブ配信もね2時間3時間やってる人がいてて、あの最初から見るかっていうとなかなか見づらいかなっていうのがあったりするんだよね、うん、あのどこで抜けていいか分かんなくなっちゃってて、うん、なかなか途中で抜けないっていうのもあるし、うん、っていうのでちょっとライブ配信を見るのを躊躇するかなっていう感じかな。まああくまでもこれはね私の感想なので、あのどんどんね、あの途中から見てもいいで、いいし途中で抜けてもいいしっていう人もいるだろうから、うん、まあ、それでね、あの目くじらをかけて、あ、目くじらを立てる、まあ、人もいないよっていうね、オーラからリスナーさんが多いと思うので、うん、まあね、そのまあでもそのライブ配信ならではのルールっていうのはあるみたいで、まあライブ配信ならではっていうよりも、まあそのチャンネルの中でのルールっていうのはあるみたいで、ある方はもうそのリスナーさん、まあライブ配信も含めてだと思うんだけど、あのリスナーさんたちのその話し合いを禁ずるというかしないでくださいみたいな感じで書いてあって、多分それはそのリスナーさん途中で入ってきた人のそのよくわかんない状態で入ってきてるから、でその話がずっと長く続いていると入りづらいっていうことでね、まあそういうのはちょっとやめましょうっていうことで、まあ、そういうことになってるんだろうけど、うん、あと ネタバラシだったりとかね、うん、まあそういうこともまあ細かい話をしてるみたいです。はい、皆さんどうでしょうか。もしねよろしければご意見いただけたらと思います。はい、以上です。